中学受験のリスタート、たかしです。今日はテコの4回目、重りがいっぱいある場合っていうのを考えていきます。さあ、まあ最初なんだけど、棒倒しっていう競技知ってるかな？先生が子供の頃はね、運動会でやってたりしたんだけど、最近は危ないので中止になってます。あの概要欄に防衛大学の面白い動画上げてるので見てみてください。みんなでこう棒を倒したりそれを防いだりする競技なんだけど、まあ、先生ぐらいね理科マニアになってくると、ね、こういう画像を見るとこれがテコに見えてくるんだよね。こんな風にね、つまり地面を視点にしたテコに見えてきます。でたくさんの力が加わってるっていうわけだ。今日はこんな風にいっぱい重りがあったりする場合どうやって解いたらいいのかを考えます。さあまず復習だ。さあこの四角に入る長さ求めることができるかな。バーンってなんで爆発するんだって感じだけどね。さあこれモーメントの式を立てるんだよね。まず視点を決めます。真ん中の位置が視点です。時計回りに回そうとしているのがこの 40g の重り。モーメントは重さ×視点からの距離です。で反時計回りに回そうとしているのがこの 30g の重り。これが 30×四角センチです。これが一緒で釣り合うよっていうことなんだ。それぞれ計算するとこちらが240になるから、反対側これも240にならないとダメよっていうことです。そうすると 240÷30 で長さは8センチ、これはできるよね。さあこれに重りがさらに加わったらどんな計算になるのかっていうことです。でもねこれね実は簡単です。まず3つの重り考えてみようか。 30g と、四角 g と 40g、 この重りを出してみようっていうことです。さあじゃあこの重り出すんだけど、さっき、モーメントの計算っていうのやりましたね。モーメントって何かっていうと回転の力だよ ね。棒倒しの人出てきたね。今この場合だと 30g の重りは反時計回りに回そうとしてて、この 40g の重りは時計回りに回そうとしてるんだ。そうするとこの3つの重りの場合真ん中が支点だよね。そうするとこの 30g は反時計回り、これが 30×6 ね、重さ×支点からの距離です。でこの四角グラムもこれも反時計回りでしょ。これぶら下がるとこう回るよね。これが四角 ×2 っていうことになります。重さ×支点からの距離で、反対に回そうとしているのがこの 40g です。 40×8 っていうことになります。じゃあどういう式が成り立つのかっていうと、こんな感じになります。つまり反時計回りの力を足したものが時計回りと同じっていう式を作ればいいわけ。この式で四角を出せばいいんだけど、あのね、多分ね、君たちのお父さんお母さんに見せると、いや、これ方程式じゃないのと、こんなの小学生解けるのって言っちゃうかもしれないけど、これ簡単に計算できるよね。だって、この掛け算のところまず計算してみよっか。この 30×6 は180で、40×8 は320だよね。ということは、ここ、いくらになるのか。もう暗算でもできるかな。180足すほにゃららが320になるんだから、このハテナに入るのは 320-180 の140っていうことになります。ということは四角 ×2 が140なんだから、四角は 70g、 こんな風に求めることができるわけだから、同じ向きのモーメントは足して計算すればいいっていうことです。じゃあもっとやってみようか。4つになりました。重りが4つね。でもう最初に言っとくよ、ね、最初の式は実は間違ってます。どこが間違ってるのか考えながら見てみてください。さあいくよ。さあ真ん中が支点で 40g の重りは反時計回りだよね。これが 40×5 で、四角 g はこれも反時計回りで四角 ×3 です。でこの2つが時計回りになるよね。 20g が 20×4、 30g が 30×6 で、同じ向きのモーメントが足せばいいんだと言ったんだけど、さあこれ間違ってる。どこが間違ってるか分かるかな。そう、これはね 40×5、 これ間違ってます。なんでかっていうと、距離っていうのは視点からの距離にしなきゃダメなんでしょ。だから5センチじゃなくて視点からの距離は8センチです。同じようにこっちの 30g の重りも 30×6 じゃなくて、支点からの距離だと 30×10 になります。ここ気をつけてください。計算はさっきと一緒ね。掛け算のとこ先に計算しますね。 320-80-300 ということになるから、ここいくらになるのかっていうと、こういうこと考えたらいいわけだね。こっち側、時計回りを計算すると380だから、380-320で60っていうことになります。
ということは四角は 60÷3 で 20g できるかな。でもう一つこんなのもやってみましょう。今度はね、長さを出すパターンね。さあこれも式作るんだけど、もうわかるよな。真ん中が回転の中心、支点です。ここで気をつけてほしいのは 80×3 角、これが反時計回りの力ね。でこの時の三角っていうのは支点からの距離になりますね。で 100×4、 この2つが反時計回りで、時計回りが 120×8 っていうことになります。で同じ向きのモーメントは足して計算すれば終わりっていうことです。もう計算大丈夫かな。ここ400、ここが960かな。ということはこの部分が 960-400 です。560ということになるわけ。 80×3 角が560だから、三角は7センチで、これ答えにしちゃダメだぞ。今出さなきゃいけないのはこの四角だからね。ここが7センチって分かったから、最後の 7-4 っていう式を忘れずに書かなきゃダメです。さあじゃあまとめます。同じ向きのモーメントは足して考えれば重りがたくさん増えても大丈夫です。で気をつけなきゃいけないのは支点からの距離をかけるっていうところに引っ掛けがよくあるので気をつけよう。では今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。